さあ続けていこうか。じゃん。お、表紙が悪夢再び。これは期待できんじゃないか。おお、いいね。機関連結もなんか使うカードじゃないの。おお、悪夢再び、いいね。今ちょっと崩壊が流行ってる時期です。流行ってるというか映画が今公開中の時期なんで、映画の敵役だよね、崩壊、きっとね。進撃の帝王、なんかこんなの出た気がすんな。ケイトス使うのこれ、わかんない。ボスラッシュ、こういうの好きな人いんの。こういうね、渋いテーマが好きな人いるから。進撃の帝王、エクシーズリモーラーね、結構する。ディアンケット出た。これ売れんだよな、売れるんだよ、ディアンケット。主に小学生に。1000回復超強い。まあ確かにね、あの制限時間が少ない時の3ラウンド目では強いよ、公認大会の。残りライフで勝敗決まっちゃうから。ディアンケト来た。はい、アトランティス、この辺も出ますね。おお、バーストストリーム、カオスゾーン、この辺りもね今絶版ですよ。いやー、五風拳好きな人多いんだよね。これも小学生に売れるね、五風拳。ただの時間稼ぎってね。やっぱさ、カードを消費するなら消費しなきゃいけないってね、相手を消費させるか自分を増やすか、やっぱね、それってその考え方大事なんだよね。それが分かってないと五風拳強いになっちゃうんだよな。これほんと人生の哲学だ。自分が消耗したなら相手を、その対戦相手をも消耗させないといけないね。軸抱きとかの方がよっぽどするわけですよ、シンプルな考え方だとね。1枚消費で1枚こう破壊だから。で2枚以上破壊できたらね、ブラックホールみたいな、そういうカードはアドが取れるっていうことで、まあめっちゃ強いってわけです。この考え方、遊戯王の基礎、遊戯王というかカードゲーム全般。精神操作、今更売れねえか。再録されまくってさ。増殖、負荷状態トーナメントバッグだ。これすごくね、負荷こんなにいっぱいあるの。あれですよ、インゼクターで使われていると。インゼクターが流行ってるかどうか知んないけど、一時期はひどい強かったけど、もうね、世界大会の決勝がインゼクター同士で、外人が質問しまくってたよね。本当に決勝に出てる人なのかみたいな。おーいしょ、なんかない？いいの。強奪、終焉の炎、ライトニングボルテックス。どうなの、ブレインコントローラー禁止。ただ俺禁止制限もいまいち頭入ってないかも。もう、お、天変地異、俺好きなんですこのカード。デッキをひっくり返すって書いてあるからね、びっくりするよね。二度読み直したよね、テキスト。デッキをひっくり返す、これとかやべえよ。相手のデッキをシャッフルする、300ライフ払って、意味わかんねえ。びっくりするよね。そう、結構笑えるカードあるよね。え、使ったら笑い取れるんじゃないかって。宝玉の契約、デッキロック、これね、マーメイドに聞くみたいなことが言われてて、一時期売れてたんですけど、どうなんですか。スクラップポリッシュ、これもスクラップではいるカードだった気がするな。デッキは
なんだこれ、強欲な壺。これね、こういうの探してる人いいんだよね、なぜかね。やっぱ GX、遊戯王 GX でガンガン10代が使ってるからね。あと、なんだっけ、蜃気楼と非常食のコンボね。やりまくってるからな。禁止行為を。それあんだけ引かないと手札融合できねえよな。みたいな。そう、それでひあんだけ引いてやることが手札融合だからね、10代くん。アニメのね。漫画の10代は割と強いんだけど。はい、フルハウス。使えるんじゃないかと噂のフルハウス。より一層マホトラをね、2枚以上破壊するやつらカード増えてるからね。今あれが売れてるよね、スターライトロードが、仕込みマシンガンいいじゃん。隠された魔導書、一応魔導書とシナジーするんだけども、でっていう感じはあるけど。おお、インフェルニティバリア、こういうの、こういうの欲しい、こういうのが欲しいんだよ俺。インフェルニティバリアンみたいな、こういうのない。出目だし、スリップサモンとかやべえな。よいしょ。さあ、ミッション P、連結高くない気がするけどな、なんか取っとく。ガガガタックどうどう、ヴァンパイアエンパイア、パーティカルフュージョンターミナル版、竜の警告、これは結構売れてるカードだな。アイアンコールいいね、まあ高くないけど。超再生能力、結構備品、これ備品だよ、傷がなかった。超再生能力いいね。アイアンコールいいね。エマージェンシーコール、アイアンコール、なんだよこのバトルフュージョンの数。スケープゴート、調和の宝札、機関連結、こんな機関連結こんないらねえな、絶対売れ残ってるもん、絶対売れ残ってるけど。お、バーストストリーム、備品だ。取引、ちょっと聖剣パーツもね、ちょっと、お、聖国パーツも集めてた方がいい。黒い旋風、ギアターン、サクリフォート、あ、いいね、この辺いいね、この辺ちょっとラッシュでいいね。さあ、やっぱモンスターっぽいやつ見よう。モンスターっぽいやっぱモンスターだよね、遊戯王は。ボルカニックカウンターね。アンフィスバイナー。やっぱモンスターってな、なんか光るモンスターいないかな。遊戯王珍しいよね。マホトラでもなんかさ、やっぱ激流走とか、ミラーホースとか、そのなんて言うんだろう、アイドル的な扱いを受けてるさ、マホトラがあるっていうのが変わってるよね。普通はモンスターにばっか、その、注目が行くんだけど、この通常ヒーローたちもが熱いかな。カオスオサラ、コアキメイル、ガーディアンとかはなんかどうなの、グラビローズとかどうなの。ガーディアンはよく出るよ。天使、忍者、あ、これ熟練の黒魔術師とか、今ブラマジね、これ使うかなみたいなところあるけど、一応ブラマージュパーツということで。はい、禁止カード。魔法サーチできるんだよね、セイントマジシャン。やばいよね。よし、モンスターいこう、モンスター。覚醒の暗黒騎士。あれ？これ V ジャンプロモじゃん。ちょっと、まあ、残念なんだろうな。残念系なんだろうな。ゴールドレアの、どうなのどうなの。サイガールとかまあね、い
ラストアドなのか知んないけど、おデスガイドいいじゃん。おいいね、プリズマガイウス、おグスタフ、おこの辺いいね、この辺いいよ。そう、このね、このゴールドシリーズって結構数がそんななかったんだよな。だからゴールドシリーズ交互だよね、売れる年売れない年が交互に来てる。多分ね、これはショップの心理状態なんだよね。去年売れたから仕入れようっつって、意気込んで仕入れると売れなくて、で去年売れなかったからちょっと控えめにしとこうっつってやった時に品薄になって売れるっていう、なんかだから売れる年と売れない年が交互なの。事前発注の数がだからさ、去年の成果でコントロールされちゃってるんだよね。ちょっと自分で言ってると何が言ってるか分かんなかった、何言ってるか分かんなかったって来ちゃいましたけど、そうなの、交互になってるんだよね。だからバカだから、みんながいっぱい仕入れる年は売れなくて、あ去年売れなかったから今年は控えめにしとこうって言って、ちょっとだけ仕入れた年が売れる年になる。それだけのことなんだよ。数が少ないと売れる、多いと売れない。だから俺はもう毎年全然発注数にブレないから、それが分かってるから、天才だから。多分ね、ショップやってる人だったら今言ってることはかなりぐさっとくるよ。ゴールドシリーズは交互に売れる年と売れない年が来るという説、これかなりガチだから。そうなんだよ、結局その物の価値って数が少ないと上がるっていうね、ただそれだけなんだよね。数が多いとね、価値が下がって、はいはいはい、はあ、じゃあこれでこの束で今回は、あイルブラッド、イルブラッドいいじゃん。彼岸わかんないけど、ゼロガードナーとモジャ、なんかねえかな、モアイ、オイスターマイスター、いや売れねえだろなんかピックしてるけど、おいいのが見えたぞ、ホワイトメア、これ絶対見落としっぽくね、これこういうさ、ノーマルレアの見落とし系じゃないのこれ。お、アステルドローンだっけ、英語版だけど。ノンファイヤー。ちょっとホワイトメアはうまいだろう、今の。こういうのがあるから、たまに。こういうお宝がね、見つかるから。ソーラーウィンドジャマー。これね、結構、人気ある。クイックローン。はい、まあこの辺にしとこう。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと